ここで。しまった。私はこの軌道じゃダメなんだね。勝利。もう一回、今度は負けないから。うん。あ、ナノハ、まだ帰らなくて大丈夫？うん、お父さんたちもフェイトちゃんの家なら安心だからって。そっか、じゃあもう少し。あれ、リンディさんだ。はい、ナノハです。はい、一緒です。今マンションの屋上で練習を。はい、変わりますね。フェイトちゃん、リンディさん。うん。はい、フェイトです。はい、私は大丈夫ですが。はい、聞いてみますね。ナノハ、提督が今日は外食にするから、よかったらナノハも一緒にどうって。本当？もしよければ提督からナノハのお家に連絡してくれるって。うん、私は大丈夫。もしもし、大丈夫だそうです。はい、はい、そうですか、わかりました。それじゃあ、はい、失礼します。提督とクロノはもうじき帰るから、先にお風呂を済ませちゃいなさいねって。うん。お風呂加減よしと。ナノハ、お風呂お先にどうぞ。そんな、フェイトちゃんの家なんだから、フェイトちゃんお先に。やっぱりナノハお先に。そんなそんな、フェイトちゃん。いや本当に。うん、こういう時はやっぱり。じゃあナノハ、一緒に入ろうか。あ、そうだね、フェイトちゃん。っていうのがいいかと思うんだけど、あ、でもそれはちょっと。エイミーとは一緒に入ったことあるけど、こっちの世界の常識としてそういうのがおかしかったりすると良くないし。フェイトちゃん、フェイトちゃん。それでナノハが困っちゃったりすると困るし。どうしよう。でも思いはちゃんと言葉にしようって決めたばっかりだし、ここはやっぱり勇気を出して。ナノハ。はい。もしよかったら、たったいまー。あ、エイミーさんだ。おう、ナノハちゃん、いらっしゃい。お邪魔してます。ただいま、フェイトちゃん。おかえり、エイミー。どうしたの、フェイトちゃん、顔真っ赤だよ。別に、なんでも。あ、お風呂場前でその格好ってことは、二人ともお風呂はまだ？はい、ちょうど入ろうかなって。それはグッドタイミング。こっちもグッドタイミング。こんにちは、お邪魔します。お姉ちゃん、みゆきさん。ゆきちゃん、いらっしゃい。エイミー、お邪魔するよ。エイミーさん、お姉ちゃん、いつの間に仲良しに？いやほら、下の子が仲良し同士なら上の子同士もやっぱりね。意気投合したのは今日なんだけどね。ほらこれ、みゆきちゃんが教えてくれたの。海なりスパラクーは真相オープン？要するにみんなで入る大きなお風呂屋さん。温泉とか泡のお風呂とか楽しいお風呂がいっぱいなの。そうなんですか。よりわかりやすくスーパー銭湯とか呼んだりもするんだって。なるほど。へえ、こんなのができたんだ。で、みゆきちゃんと一緒に行こうって話になって、私は着替えを取りに来たわけだ。ナノハたちも一緒に行く？あ、いいの？フェイトちゃんも。フェイトちゃん、行こう行こう。じゃあ、決まり。アリサちゃんたちも誘ってみていい？いいよ。さあ、早速、準備準備。はーい。
腹減った。まだまだ、このまま置いといてお風呂入って出てきた頃が食べ頃や。待ち遠しい。ビータちゃんとシグナムはこれでも食べて繋いでてね。はい。これは私が作った和え物よ。わかめとタコのごま酢和え。大丈夫？大丈夫って。お前の料理はたまに暴発というか深刻な失敗の危険が。見た目に騙されんだよな。はあ、ひどい。シャマルの料理もだいぶ上達してるし平気やよ。さっき私が味見したし。なら安心です。いただきます。ザフィーラ、うちのリーダーとアタッカーはひどいと思わない？聞かれても困る。ザフィーラもひどい。シャマル、ザフィーラ困ってるや。そんな細かいことで落ち込んだらあかんよ。あれ、ハヤテ、今の思念通話受けてないよね？あ、思念通話してた？失礼しました。お耳に入れるようなことではないと思いましたゆえ。ええよ別に。ザフィーラめったに喋らへんから、たまに声を聞けると嬉しいよ。ハヤテ、問題。今のハヤテの言葉を受けてザフィーラはどんなことを考えてるか。そやな、お言葉はありがたいですが、むやみに言葉を発しないのは我が主義ですゆえ、とか？どう？寸分たがわずに。すごいすごい。なんでわかるの？もう半年も一緒におるんやで。わかるよ、それくらい。素晴らしいことです。理解あふれる主を持って幸せですね、私たち。褒めても何も出へんよ。さて、お風呂の準備そろそろいいかしら。主ハヤテの調理とは比べるべくもないが、シャマルのこれも悪くはないな。うん、とりあえず腹には入る。あかんで、シャマルかて努力してるんやから。おいしいやん。ほら、ザフィーラも。シャマル、なんだ？シャマル、どないした？ごめんなさい。お風呂の温度設定間違えてて、冷たい水が湯船いっぱいに。沸かし直しか。そやけど、このお風呂の追いだけ時間かかるからな。シャマル、しっかりしてくれ。ごめんなさい。シグナムさ、レバンティン燃やして水に突っ込めばすぐ湧くんじゃね？断る。即答かよ。闇の書のマスターらしく、私が魔法で何とかできたらええねんけど。いえそんな、やはりここは私が何とか。縁で付けなる私だが、微妙な調整は難しいな。火事とか起こしたらシャレになんねえぞ。というかええって、よう考えたらこんなしょうもないことに魔力使ったあかんやん。そや、シャマル。はい。ポストに入ってたチラシの束、取っといてあるか？はい。今週の分だけですけど。じゃあ持ってきて。はい。これや。海なりスパラクーア、新装オープン。記念大サービス。何これ？みんなで入る大きなお風呂屋さんやね。みんなでですか？あ、もちろん男女は別やで。温泉に滝の打たせ湯、泡のお風呂にバイブレーションボディマッサージバスに紅茶風呂、いろんなお風呂が12種類もあるんやって。それはまた素晴らしいですが。なんか楽しそう。新装サービスで安い。しかも3名様以上やとさらに割引やって。これはもう言っとけ言うことちゃうか。行ってみたい人。はい。我が家で一番のお風呂好きさんが、なんや反応鈍いで。いえ。シグナムはまた身内の失態を主に補ってもらうのは良くないとか思ってるか。きっとそうだな。はい。何度目かの注意になるけど、シグナムはこっち真面目さんで、それはみんなのリーダーとしてええことやねんけど、あんまり真面目すぎるんはよくないよ。すみません。私がええ言うたらええねん。
みんなの笑顔が私は一番嬉しいんやから。はい、申し訳ありません。申し訳んでええから、私は主と思ってくれるなら私の言葉を信じてな。はい、信じています。我が主。でもなんだか楽しそうですね。本当だ。え、そやからシグナムも行こう。わかりました。ではお言葉に甘えて。ザフィーラも行こうか。人間体になって普通の服着てったらええやし。お誘い誠にありがたいのですが、私は留守を預からせていただきたく。そうなんか。夕下の見張りもございますゆえ。っていうかザフィーラお風呂苦手だしな。そうやった。まあみんなで行ってもザフィーラは男湯で一人になってしまうし。ほんならごめんな、ザフィーラは留守番いうことで。御意に。ほんならみんな着替えとタオルを持ってお出かけの準備や。あー、シャマル、私の分も頼む。はい、シャボン玉持ってこう。主にたしなめられたか。ああ、だがなぜだろうな。恥じ入る気持ちはあるのだが、不思議と心が温かい。誠の主従の絆とはそういうものなのだろうな。そうなのかな。不安もあるだろうが、心身の休息も戦いのうちだ。今は主と共にゆっくりとくつろいでくるのがよかろう。うん、お前も少し眠っておくといい。今夜も収集は深夜からだ。心得ている。シグナム、準備できたわよ。ああ、今行く。